三条合体トランスフォーマー号とはトランスフォーマーシリーズの一作であり、宝ーが2013年より発売する日本の玩ングシリーズ及び日本の o v A 作品、トランスフォーマー30周年記念作品、超ロボット生命体トランスフォーマープライムの続編となる2013年より展開の日本オリジナルシリーズ、プライムのアニメは2013年より、 シーズン3、トランスフォーマーズプライム、ビーストハンターズが放送されていたが、放送時期が日本語版、シーズン2と追っていたため日本では共通の単語を用いた独自の展開となった。そのためアニメ展開も前日のビーストハンターズと大きく異なり、ストーリーや登場キャラクターの状況がプライムとほとんどつながっていないため、続編というより、 プライムから派生した完全オリジナル作品である。一方プライムの後日談であるトランスフォーマーアドベンチャーの日本版予告でドリフトがソードボットと思われるなど全く繋がっていないわけではなくパラレルワールドとして扱われている。和製トランスフォーマー路線のアニメ作品は2005年のトランスフォーマーギャラクシーホース以来8年ぶりとなる。の初期シリーズび一部は海外 ビーストハンターズのリペイント版を発売。日本オリジナル玩具は3乗合体をコンセプトとした3体の組み合わせ合体をメインとしている。アニメにはハンター・オプティマス・プライム、オプティマス・エクス・プライムのみ登場。ソードボット、サムライチーム対、プレダコン特殊部隊、ソードボット、サムライチーム、対等化の地下を改造し基地にしている。 縦脇イサムの持つレジェンディスクの力によって参上、合体する。ソードボット、推しチーム大。プレダコン特殊部隊。ソードボット、推しチーム。名古屋城から復活し、風魔とヒーの持つレジェンディスクの力によって参上、合体する。風魔の地下を改造敷地にしている。イニシエのソードボットアニメ未登場。アニメ未登場。ディセプティコンの科学参謀である。 ショックウェーブが研究を積み重ねて生み出した凶暴な生物兵器。しかし、生みの親であるディセプティコンに反乱を起こし、数百体が宇宙へ逃亡。その中で、最強のプレダコンであるドラゴトロン軍団は地球に来襲した。プレダコン4機種、クレンドラゴトロンにパワーを与えられたことで、巨大化できるようになる。邪気軍ダイと呼ばれる、プレダコン4機種の部下で、 プレダコン4機種が近くにあるものを使って実体化させる。それぞれドラゴンから高2に変形し、5体合体で邪気5体合体、ゴラードラ、ゴラドラとなる。テレビくん及びテレビマガジンそれぞれで展開するアニメ作品。サムライ編はテレビくん2013年8月号よりアニメ連載開始。推し編はテレビマガジン2013年9月号より連載開始。 なお本編では作詞作曲含めクレジットなし。ありがとうございます。